吉宗評判記暴れん坊将軍。このままじゃ野垂れ死にだ。我慢に我慢を押し抜いたが、これ以上の我慢はできねえ。お水がまたおったんじゃねえ。みんなで軍役していこう。坊主の罪は覚悟の上だ。宗家様、決心してください。宗家様、他に方法はねえようだ。仕方があるまい。たとえわしたちが張り付けんだっても、それで御領内の百姓が助かるなら、命は惜しくねえ。そうだ、皆さん一緒に死にましょう。よし、皆の衆、さあ行こう。待って、郷さん待ってください。おはつちゃん、みんな待って。準剣士が来るんです。準剣士だと？江戸のご公儀から諸国へ準剣士が出されるんです。この下総屋も来てくれます。悪い祭りごとを調べに来るんだな。そうです。だからもし訴えて出るにしても、軍役所なんかよりその準剣士の方がずっといいはずです。それは道理だ。わしたち百姓の苦しみを見るためにご公儀からわざわざ来てくださるんだからな。おはちゃん、間違いねえんだね。だから郷さん、それまで待ってくださいね。今死んだら。準剣士は大名代官の政治を視察し、庶民の暮らしの実情を把握するために諸国に派遣されたものである。使者の任命は誰がしたのだ？はい、若年寄りが合議の上で決定をいたしました。正史はお使い番の旗本から、また副使は小将組書院番の中から選ぶのが慣例でござりまする。才能人格共に優れているであろうの。もとよりさようでございましょう。いや、そうとは限りません。人選にあたっては情実に左右されることもあると聞いております。それゆえにさまざまな弊害の起こる場合も考えられます。やすぎ。吉宗や忠相の懸念が的中したかのごとく、上総下総方面の準剣士として決定したのは正史青山新九郎使い番1200石、副使赤城春の新書院番150石、この両名であった。初日征服領準剣士に勝つべきか。この侍は下総桜藩江戸留守役である。準剣士の性格好みなどを調べ上げ、国元へ急報する任務を負っている。おお、新さんじゃありませんか。いや、新さん、この方が青山新九郎様か。どうしたんですよ、こんな店で。まあちょっと用があってな。あの、うちに寄ってらっしゃいませんか。行きましょう。まあ今日はやめとこう。
二三日旅へ出るかもしれんので、みんなによろしく言ってくれ。あ、そうっすか。あ、旅へ。あ、そうっすか。じゃあ、あしらくるで。じゃあ、また。二三日旅へ出る。いよいよ間違いない。いや、あの人品骨柄、まさしく直参旗本の秀才だ。まあ、こんなことしていただいて悪いですね。いやいやいや、こんな気持ちです。で、あのお方のご性格は。いや、もうそりゃいいに決まってますよね。まあ、うちみてえな、こんなガサツな野郎ども大勢いるとこへ気軽に遊びに来るんだから、さばけたお人ですよ。そうそうそう。まあ、その竹をスパーッと割ったような気性ですね。そうそうそう。なるほどなるほど。さばけてスパーッと竹を割ったような気性。それでお好きなものは酒は。うん、酒は好きだ。強いね。だけど、いい酒だよ。うん、女はそっちの方は、野暮天もいいところ。ね、お町はそうだろ。うん、すごく真面目。堅物の石頭。そう、ガンガンの石頭。なるほど、なるほど。女には堅い。他にお好きなことは何か。剣術と弓。まあ、それから、それからね、水泳も。水泳。ああ。カッパのように泳ぐらしいですよ。江戸からの情報は直ちに国元桜藩へ中心された。この報告書によりまするは、随分堅物のように見受けられまするわ。だが、金と女の嫌いな男がいるとは思えぬ。しかるべく抜かりのないように手配いたせ。ははは。ご公儀からは特別の接待をしてはならぬ。宿舎の改築、道路の修理、贈り物なども禁止する旨通達が届いておりますが。それは表向きの建前じゃ。あ、なるほどなるほど。要するに、その全て反対にすれば間違いないのでございまするの。もう2日も寝てねえんです。百姓だって人間です。休ませてやってくださいまし。まあ、お上に立てつきか。朝までに片付けるのだ。どうした。待て、純慶寺様が来られるまでの辛抱だな。我が桜藩の主なる産物は何か。それに対するお答えは模範答案集二枚目にある。民部殿。米、さつまいも、とりわけ南京豆は当地方の特産で、農家の副業として豊かな富をもたらしてございます。はい。では昨今の出来具合はどうか。模範答案集三枚目補行にある。変容でござろう。あ、失礼。変容。三年続きの豊作で副将。
三年続きの豊作で。これもひとえにお上の人事の賜物でございます。これもひとえにお上の人事の賜物でございます。もしものことがあっては一大だ。そやつらを捕まえて牢の中にぶち込む。はっ。お父もみんなも捕まったわ。磯吉さん、あんただけは逃げて準教師様に訴えて。よし、磯吉を引き出せ。おう。役所へ訴え出たりして何を企んでいるか分からんやつ。準検使が無事にお帰りになるまでここに入ってろ。待て、ごめんな。準検様に当てろ。準検様に貴様らぬ無法いつまであるか。準検様に当てろ。落とすんではいかんと。おい、急げ急げ。ああ、よし、もうメールと方だけでいいんだから急ぎなさい。ご遠路はるばるご苦労様でございました。本日はごゆるりとお休みいただきまして、領内御巡察は明日からということだ。うん、それでよい。明日はまた明日のことだ。ここに控えておりますのは主なる役人、町人、名主どもでござります。ご挨拶権上のためまかりいでましてござる。今日は疲れておる。そういう固いことは脱ぎだ。うん、うん、地酒にしてはなかなかのものじゃ。ありがたき幸せでございます。うん、さすがさくら海の幸が、うん、豊かでござるの。はい、ありがたき幸せに存じます。いやー、旅の楽しみは何と言ってもこれだの。わかります、わかりますな。しかし、なんですな。なんかちょっと物足らないようですな。こんばんは。あら、まだ昼じゃねえだよ。こんなことどうつでもいいげいに。おお、待っていたぞ。旅の楽しみはこれにとどめを刺します。早く何とかならんのか。何ですか。痛い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 んだよ。痛い。あのな、拙者も謝りちもな、女は好きだけどこれはちょっといただけないの。いや、恐れ入ります。何分にもさくらは田舎でございますので。いくら田舎でもひなにはまれなと言うだろうが。あよ、なんだよこれは。これでも女か。もう嫌い。知らせとはだいぶ違うようですな。貧困法制、特に女にかけては堅物でこちこちのはずだったがの。おらおらおら、飲め飲め飲め。お前今日飲ましてな。寝ませないぞ。もしかして替え玉かもしれんと。何、あんたら偽物でもあるまいが、おとりという手はある。じゃあ本物の青山金九郎はこっそりと御領内を回ってるというのか。そう、そうとしか思えん。我らの目を引きつけておいて、つまりあの二人は当て馬じゃ。なるほど、当て馬か。
すぐに手を打たねば大変なことになると。よいか、村中をくまなく探すのじゃ。行け。おお、それ。お、お、ご家老。ん？あれよ。はあ？水泳が好きでカッパのように泳ぐ。ああ、気分がいい。さっぱりした。お見事なる大手前でござる。何、ちょっと暑いんで汗を流しただけだ。もしやご貴殿は剣術と弓と馬術とそれに相撲がお得意ではござらぬか。うん、得意というほどではないが、まあ下手な横綱かな。はい、お名前は。徳田新之助、江戸から来た風来坊だ。え、江戸から。本当のお名前は青山新九郎様でございましょう。青山新九郎。私は今も言った通り徳田新之助だ。ただ今はそのように名乗っておられる。わかります、よくわかります。ここでお会いできたことは幸せです。では早速お供つかまってます。そうか、やむを得んな。ありがとう存じます。はあ、これで私の首がつながります。首が危ないようなことをお腹してんのか。めっそうもない。はい、桜藩の水役は。そうなんですよ、新さんのことを根掘り葉掘り。お抹茶なんか新さんに縁談があるんじゃないかって、もうやきもきしちゃいましてね。いや、それは違うだろう。徳田殿はおそらく間違えられたんだ。とすると今頃桜で。それじゃ新さん桜へ行ってるんですかい。あれこれ考え合わせるとそういうことになるな。じゃあ俺たちも行きましょうよ。ねえ、おかみさん、今から急ぎや。親父についてお釣りが来るだ。そう、行け、行きましょう。ね、バカだね、お前たちは仕返しの仕事を何だと思ってるんだよ。だけど新さんのこともちょいと気になるね。ね、そうでしょ。よし、分かった。じゃあこうしよう。つれとキュー、ピクのおまっちゃん、お前たち3人でね、下瀬さくら行っといで。はい。あ、徳田殿に言っといてくれ。ご老人が心配するからあまり危ないことはしないようにとな。あの、ご老人って新さんのおじいさんですか。ん、うん、いや、あ、まあそんなところだ。苦労症でな。承知しました。なんで、俺たちは留守番かい。まあ、めぐみにとっちゃ欠かせない男だと思って辛抱しような、セクテリ。そういうことだな。ねえ、おまっちゃん、帰りには成田さんよってお土産を買ってきておくれね。お姉ちゃんったらお土産ばっかり。こりゃ苦労症じゃなくて極楽とんぼですね。いや、いや、いや、私はね、お前たちのために毎日毎日休む思いだよ。おお、いや。あっちでございます。あ、桜藩筆頭家老土倉民部でございます。何卒お見知りおきのほど。人違いだと申しておるのにどうしても許してくれ。何もおっしゃいますな、よく心得ております。あ、すぐに別間に宴席を整えますゆえ、どうぞ。いや、俺の宿はこの向かい側にしよう。あ、あれはいけません。核がずーっと落ちます。それに女子潮の器量も。いや、かまん。それにまだ日は高いし、この近くを見て歩きたい。早速ご視察を。さすがは本物じゃ。ではご案内つかまされます。いや、いや、あの、あれはですか。その、当藩では年貢運上も安く、すべての者は豊かな暮らしをしております。まず、あれをご覧くださいませ。つい先頃、百姓の隠居が建てた土蔵でございます。さくら娘は貧乏人でも蔵が建つ、かように言われております。はい、どうぞ。いや、どうぞ、どうぞ。いや、これが呉服屋でござります。間口十六軒、江戸日本橋の駿河屋にも劣らぬ構えで、これをもちましても我が藩の祭りごとのいかに優れているかということがお分かりいただけるかと存じまするが。はい、あの、こっち行ってみよう。どちらへ行かれます。いやいや、お願いします。それはちょっと困ります。今日の方位の占いが悪くて。おい、あれ、これ皆の者、皆の者、立て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 、はい、は
これが庶民の生活か。先ほどの話とはだいぶ違うようだな。なんとしよう。稲の出来具合はどうだ。三年続きの豊作で、これもひとえにお上の人事の賜物でございます。そうか、豊作か。はっ。一本あたりいくつ分の。はっ。稲の方一本あたりもみがいくつ取れるか聞いておるんだ。はっ。ワントワンション出てるだろ、たくさんするぜ。早くするってんだ。これが何だ。稲というものは一株からおよそ20の穂が出る。その一本の穂から60粒から90粒のもみが取れる。豊作というからには90から100粒のもみが取れなければならん。だがこの稲はざっと見たところ60粒にも見た。これでは豊作ではなく不作ではないか。なんとしよう。磯吉さん。おい、心配いらねえよ。この人はな、越中富山の薬屋さんだ。この辺りは初めて参りましたが、いいところでございますね。北陸と違って雪は降らないし。気候が良くても祭り事が悪ければ何にもならないわ。そんなことがありますんで。だけどあの巡検使様ならきっと分かってくださるわ。今だって自分で田んぼのあざまで入って調べてらっしゃったもの。ほう、そら熱心なお方でございますね。おはち、一緒に来てもらおう。急ぎても捕まえるんだ。逃げて、逃げろ。早く逃げて。あんた、なんで私を捕まえるの。通り奉行様のご命令だ。巡検使様のおもてなしをするんだ。来い。巡検使様、分かったわ。私、巡検使様のところ行きます。よし、出てけ。新さん、どこに泊まってるのかしら。さあね、大岡様の話じゃ偉いお役人と間違えられたらしいから、案外ここに泊まってるかもしれねえぜ。だけど新さんは窮屈なことが大嫌いよ。こんなとこに泊まってると思わないわ。もう待ったな、探すの明日にして、今日はあそこ泊まるな。もう腹減ってしょうがないんだから。もうね、仕方ないわ。お待ち、待ってくれ。ちょっと邪魔して。お疲れ様でございました。おー姉さん、風呂空いてるかい。はいはい。俺はね、飯の方が先だよ。腹減って腹減って死にそうなんだからよ。そんなバラバラじゃお姉さんに悪いわよ。ご飯はしばらく我慢するの。じゃあ何見ろってんだ。お姉さん、私の部屋あっち。はい、こちらに用意してございます。どうぞ。はい。笑顔を忘れるんじゃないぞ。待て、余計なことをしゃべるとお前の父親の命はないぞ。いいな。失礼いたします。なんだ。旅のつれづれにと存じまして、まあ田舎のことでございますので、鳥居と申せばうぶなところでございますかな。バカな、巡検者どこでもそんなことしておるのか。それはもうどなた様も判でおしたように。無用だ、下がってくれ。いえ、私はここに置かせていただきます。分かった、声を受けよう。ありがとう存じます。ではごゆるりと。そなた名前は。お初と申します。印旛村の庄屋茂平の娘でございます。庄屋の娘か。
私に何か聞いてもらいたいことがあって、それでわざとここへ来たのだな。はい。心配いらん。話してみろ。はい。どこ行ってた？別品はどうした？ひなに丸なる女はどこした？わて間の口。言わないと言ったか。いいね。ほんの独り言でございます。独り言か。何でもない。どうじゃ、あっちの方。初めは綺麗事を並べていたが、どんな堅物でもやっぱり男だな。何の数を聞かれた時にびっくりした。大丈夫だ。今度はこっちが楽しみ番だぞ。そうだ、飲まなきゃ損だ。おい、酒と料理を持て。行く。はい、おい、次から俺たちも遠慮せずやれやれ。これが何かご存知ですか？いや。南京豆とか東神豆とか言って唐から伝わった豆です。四五年前から下総日立などで盛んに作られています。そうか、知らなかったな。だが米や芋のほかにこれを作れば農民たちは潤うんではないのか？いえ、出来高の八割は上納として藩へ納めなければなりません。八割？そうです。ご公儀の目も南京豆にまでは届きませんから。それが抜け道になってお役人の懐を肥やしています。農民は普通の年貢のほかに二重の苦しみを負うだけです。それだけではありません。桜藩では井戸駅、窓駅、婚礼駅というものがあります。井戸を掘ったり窓を作ることは人間が暮らしていくために当然のことだ。もちろん婚礼もだ。そんなものにまで上納金を貸していたのか。そのことを訴え出ようとしていた人たちは軍役所の牢に入れられました。牢に？この旅籠に徳田新之助様っていうお侍さん泊まってない？名前は知らねえども、お侍さんなら。あのほら、若くて背が高くてほんのちょっとだけいい男なんだけどな、うん、あら、ちょっとじゃないわよ。その方なら塚田の部屋だべ。え、いるの？あ、お客さん、ダメだ。新さん、おまっちゃん、びっくりさせるなよ。あ、しんた！あら、どうなってんのこれ。あ、この人か。この人は何でもないんだ。ちょっと訳があったな。本当なんです。私は重い年貢や上納金に苦しむ百姓のことを聞いていただいたんです。おい、どうしてそんなところへ突っ立ってるんだ。入らないか。あ、そうだったの。ごめんなさい、疑ったりして私が悪かったわ。印旛村までは遠いのか？ここから北へ2里ほどです。ああ、それは夜道を変えるのは大変だ。
私の部屋に泊まったら。そうだ、そうしなよ。明日の朝早く帰ったらいいよ。すみません。じゃあ、新さん。ほんじゃ。どうぞ。こっちです。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。半蔵、おその。お初の答え、聞いておったか。はい。村々の百姓たちは役人の耳を恐れ、年貢や情のへの不満については口を閉ざしておりますが、おそらく事実でございましょう。村の主だった者たちが牢に閉じ込められていることは間違いございません。巡検使は明日出立する。その時の動かぬ証人としてその者たちを連れてこい。ほ。かしこまりました。頭がガンガンするし、たまらないですな。肌だけだとつい飲みすぎての。まったく眩しいですな。これはこれは、おはようございます。よくお休みになれましたでしょうか。ああ、今日出立するぞ。もう仕事は済んだからな。よく飲んだし、よく食ったし。そういえば宿から一歩も出ませんでしたな。ああ、そうだったな。ああ、それからな、手土産だが遠慮すると角が立つから適当に任せるぞ。おお、さよさよ。あまり邪魔にならないな。この中身の濃いやつをな、一つな、こういうピュッと。まあ、それはそれなりに。何？それなりにとはどういうことだ。いえ、それはこっちのことで。では早速ご用意。はい。あんたたちは本当に準検使なんですか。なんだと。なんじゃその方は。昨日田んぼのあぜまで入って調べていたのは誰なんです。おはちゃんはどうしたんですか。おはつ、ゆめここへ来たはずだ。あんたたちを信頼して百姓の苦しみを訴えるためにわざとここへ連れてこられたんだ。なんだこの男は。なんか話が食い違いますな。誰かが拙者たちを出し抜いて甘い汁を吸ったのはいるのではないですかな。そういえばどうも昨夜から様子がおかしい。あんな化け物女とも俺たちだけに押し付けておいて。あんたたちはそれでも準検使なんですか。なぜここへ来たんです。おはちゃんを返してください。俺のおはちゃんを返せ。おはちゃん返してください。連絡を何をするか話せ。おはちゃん返してください。何を返してください。何をしておれ。その若者を切って何とする。こやつはこのお二人に牢付きを働いたくせ者、無礼討ちにするまででござる。いや許さん。すぐに手当てですね。衣装を呼べ。そうは剥がれんのよ。おい、この男は何者だ。ちょっと態度が大きいようでござるぞ。
何かと行き届きませぬこともございましたでしょう。これでご機嫌をお直しくださいませ。あなた方もそれはそれなりに。はい。なんだこれは。この檻ではないか。そりゃあなた、なんたってあちら様は本物の青山新九郎様でございます。バカな、青山新九郎はこのわしだ。やつは騙りだ、準剣士の偽物だ。おい、本当に無礼者。その通りだ。だが俺は最初から徳田新之助と名乗ったぞ。間違えたのはお主たちではないか。よくも抜け抜けと。それに偽物必ずしも悪ではない。本物また必ずしも善とは限らん。民情視察の任にありながら本陣から一歩も出ず、民百姓の汗と油に滲んだ尊い金で飲む、かつく手土産まで要求するとは、それで果たして準剣士と言えるのか。盗っ人たけたけしい雑言許せん。そやつよ成敗せい。現場は、やむを得ん。お前たちの目を覚ますため相手をしてやろう。お前何も、何をいたしておる。殿、こやつは不届きなやつでございます。相模、参ったか。何？殿、お気を確かに。何をしておる。上様じゃ。堀田相模、当桜藩において百姓町民たちが過酷な上納金に苦しんでいることを知っておるか。恐れながらそのような事実は毛頭ござりません。それでは井戸駅、窓駅、婚礼駅についてはどうだ。それがし、耳にしたこともござりません。しかとさようか。はい。軍役所の牢に閉じ込められていた印旛村の庄屋茂兵以下、桜藩圧政の生き証人にございます。ご苦労。相模、これでも知らぬと申すか。殿、かくなる上は座してお咎めを待つより、ひと思いに。へっきり偽準剣士を切ってせい。無理。武士らしい最後を選んだと言えよ。
堀田相模とその家老、その方らの悪政許しがたい。追って沙汰あるまで厳重禁止にいたせ。はあ、準剣士青山新九郎並びに赤城春之進、一切の職を解き拳入り申しつける。格下げ恐れ入ります。大丈夫か。ひと月もすれば元通りに働けるようになるって。そうか、それはよかった。十分に治療してやってくれ。こんな大金を。残ったら婚礼の費用にでも使うんだ。よかったわね。新さん、えれいお侍をやっつけたんですってね。そんなことして危なくないのか。俺は準剣士に間違えられたんだ。悪を懲らしめるのは準剣士の役目だからな。おお、これが土産か。はい、上様がぜひ加納様に食べさせてやれとおっしゃいまして。お味はいかがですか。うん、うまい。何よりもこの豆が精はつくと申すからな。うん、歯の悪いことなど構っておれんわい。堀田相模の神と二人の家老はそれぞれ処分を受け、桜藩の過酷な上納金と井戸駅、窓駅、婚礼駅などは廃止された。ちなみに下総上総日立地方の南京豆は現代に至るまで盛んに栽培され、特産品となっている。久我さん、キュウちゃん、行くわよ。ほら、ちょっと待って、今気持ちいいんだからよ。おばちゃんも泳いでな。知らないわよ、新さん帰っちゃうわよ。徳田様、ありがとう存じました。どうぞお気をつけて。達者で末永く幸せにな。お初の瞳にふと惜別の悲しみがよぎるのを見た。それは若い吉宗の思い過ごしだったのだろうか。では下総の野面を渡る風に、吉宗はあの夜偽りに抱いたお初の肌の香りに似た爽やかな秋の気配を感じていた。さらば下総、さらばお初。誰はしないさ、負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。何やつだ、大割り半と知ってろ、ロゼッカー。大割り大納言様より上様に宛てた書状が10日前に盗まれたということですかな。
何としてもその書状を取り戻さねばならぬんだ。誰か来て。いや、知らん。なんでてめえ。よたかよたかと馬鹿にしてるてめえら言ってどれだけ上等だと思ってやんだ。さあ、とっとと刑事めな。かりそめに咲く夜の花、どうぞお楽しみに。